そして本物の助っ人になってくれるのか。1回いきなり守備で見せ場がやってきます。ワンアウト二塁三塁、松井の打球はサードエバンスのところへ。エバンス背走してナイスキャッチ。振り向きざまにタッチアップの仁岡を誘おうとホームへ好返球。一瞬仁岡の足が速く先制を許してしまいます。しかしこのハスクルプレーに刺激され、その裏すぐさま反撃を開始。先頭の上坂がスリーベース、2番赤星が1、2塁間を破り、タイガースあっという間に同点に追いつきます。そして2回以降は投手戦。タイガース先発井川が先頭ランナーを出しながらも踏ん張れば、ジャイアンツメイも三振の山を築いていきます。1対1のまま迎えた7回、タイガースはワンアウト2塁と勝ち越しのチャンスに、前の打席来日初ヒットを放ったエバンスですが、レフトフライに倒れ均衡を破ることができません。延長に突入した11回裏、ツーアウト二塁三塁でまたもやエバンス。しかしあと一歩届きません。それでもタイガースは負けがなくなった12回、ノーアウト満塁のチャンスに1回にタイムリーを放った赤星が初球を叩きさよなら。4時間36分の熱戦にピリオドを打ちました。さあ、そのサヨナラヒット、 F17 ルーキーの赤星は、前にサヨナラのチャンスで回ってきて打てなくて悔しかった、前の打席の借りを返せたと嬉しそうでした。ジャイアンツ上原が目下10連勝中と相性の良いタイガース相手に、怪盗ランマのピッチングを披露します。切れ味抜群の変化球とバッターの懐を鋭く突くストレート、そして持ち前の気迫で7回まで有したランナーはフォアボールの1人だけ。ノーヒットピッチングを続けます。しかし打線の方は湿りっぱなし。なんとか上原の力投に応えたいところですが、再三訪れるチャンスに1本が出ず、1点あれば十分押し切れる今日の上原を援護できません。マウンドへ向かう足取りも心なしか重たく感じてきた上原は8回、先頭のタイガース檜山に初ヒットを打たれ、ノーヒットノーランはなりません。しかし勝ってなんぼと何ら動じることなく、この試合初めてのピンチを防ぎます。両チーム無得点で迎えた9回裏、先頭の赤星にフォアボールを許し、疲れの見え始めてきた上原。続く藤本に追い込みながらもライトへヒットを浴びてしまいます。続く打者を歩かせたところで上原マウンドから降ります。変わった岡島が踏ん張りたいところでしたが、代打の広沢にセンターの頭を抜かれゲームセット。ジャイアンツは2夜連続のサヨナラ負け。エースの踏ん張りも勝利には結びつきませんでした。いやー、タイガースこれで4連勝です。野村監督は、今日はハンセルがよく投げてくれましたとご満悦でした。ではサヨナラヒット広沢選手のインタビューです。本当に観客の皆さんがね、ため息の声援の中で広沢って言った瞬間にため息の声援があったんですけど、これからは声援のよろしくお願いします。次